座敷左。いらっしゃいませ。どうだし。私は当時ね。はーい。美味しいからね。大丈夫です。ありがとうございます。4番さん、塩鍋。前の日から水を入れて昆布出し、昆布これ仕込んで。毎日3本、
これでピックです。この辺は全部創業当時の。自分は2代目、ほんで息子が3代目、中学校2、3年生から店で手伝い出して、そうやな、30年近くしとんかな。
ままこれをカットして、まあ、これ1本で4人前取るんやろ。
鶏天の入ったうどんも今夏場だけやけどあるから。初め香川で修行したんや。ほんでその次に大阪のうどんも勉強し、どっちも勉強して、ほんでどっちもええとこを取って、それがうっとこのうどんの始まりなんやけど、まあええとこ取りやな。だしはもう完全にあの大阪の関西風のだしで、ほんでうどんはそのまま四国で細麺になった。
これで切っていこう。この25年前に亡くなったからな、オープンして3ヶ月がんやったんやけどね、亡くなって、でまあ、自分がどつぐ、もう一応仕事を覚えとったから、3代目がまだ保育園やったかな。Thank you.
天ぷらうどんからね。天ぷら。はい、お母さんに。はい、お母さん。はい。天ぷらに入るから大盛りです。大盛り。いいよ。天ぷら。いわゆるご飯はどうぞ、お出てよ。どう、はい。トマチは。いけとよ。おぎ、ありがとうございます。はい、グッドー、ごめん。はいよ。いいオッケーね。先生。ご飯食べて。はいよ。いわゆるご飯でなんと。カウンターさん肉亭です。肉亭ね。はい、釜揚げカウンターさん。いらっしゃい。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃい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 。肉亭ご飯。はい。はいよ。チェンジにもご飯。はい、カウンターさん。日替わり。タスティとレディースホットね。はい、そしてご飯デザート。いくらあるよ。いらっしゃい。左通します。柏丼単品に。
はい、上野上定食上がった、いつもの方ね。カスネご飯、パス入っとんな。はい、上野上ね。カウンター一人さん。カウンター日替わりに。いいよ。日替わり。パスタのどこ通してな。パスタ。はい。パスタ。はいよ。はい。はい、よ。はい、よ。はい、それでは、天むす。はい。
取り手梅おろしな。はい、カウンター2番さんに卵とじうどん柔らかめです。はい、でお願いします。よかつまりのカツちょうだい。かしわうどん、かつまりね。どうぞ。発言ケースがあるよ。発言ケースがあるよ。左。いらっしゃいませ。どうぞ。かしわとじね。1番さん。はい。はい。ですか。はい、7球も1番さん。4番さん、ディラドスマスがり、あるよ。
はい、お願いします。はい、マキニありがとうございました。仙台がそんなしょったからな、うん、飯作るとこやからね、綺麗しとかなあかん、はい、それ2回やな、昼と晩と。夜も汚いところ吹いて、
変わるよ。ごきげんよう。ありがとうございます。はい、ここから上がるよ。モック。カレーうどんね。どうでしょう。はい。上がります。はい、田中さん、前田さん、はい、よ、鍋と山菜鍋、鍋と山菜鍋。ちょっと蓋するね。
からね。どうぞ、知らせよ。